京阪1900系電車。京阪1900系電車。京阪1900系電車は、1963年、昭和38年に登場した京阪電気鉄道の電車。京阪で4代目の特急専用車として製造、運用された後、一般車、通勤用に改造されて2008年まで運用された。一部に3代目特急専用車である1810。 K からの編入者が含まれる。以下の記述には、同系列の来歴も合わせて記す。本系列は、1963年4月16日の、淀屋橋延長線開通に伴う特急の増発、及び1800系のマイナーチェンジ車である1810系の改造編入によって登場した、京阪電気鉄道として4代目の特急専用車である。 9810系編入車の製造初年は1956年、昭和31年であり、長くとも、車齢40年程度で、淘汰されるのが、一般的な鉄道車両にあって、これらは新造以来およそ45年、最長で52年という異例の長期間にわたり、本線運用に充当され続けた。本系列は、 1810系からの編入車と1900系としての新造車の2グループで構成される。このため、各形式には両グループそれぞれに属する車両が混在している。その車種構成は以下の通り。各形式は様々な要因から極めて複雑な仕様、構成となっている。1810系は1956年から1958年に、 かけて二代目特急専用車である1800系の造備車として製造された。新造時の車種構成は以下の通り、これらは以下の19両が2車によって製造された。これらは1800系の3から5次車という性格が強く、特に1880型は完全な連番となっている。運用面でも1700系、1800系と共通運用に充当されていた。 車体設計は1800系のそれを踏襲し、一装面でも同様の外観を備える全構成車体を採用する。ただし、同系列と比較すると車体長が1メートル、延長されて18メートル級となり、貫通路が原則的に強幅で統一された点で相違する。したがって、外観上は倉下に補強用のウィンドウシルが露出する古風な設計であり、 これは廃車までそのまま残されている。内装についても、後半の上からピンク色の塗料による塗りつぶしを行ってあり、第二次車以降天井の蛍光灯が20ワット32本から40ワット16本に変更された以外は、座席仕様も含めて1800系クロスシート車、同一仕様であった。 塗装は落成当初は1700系から採用された、上半及び屋げは、マンダリンオレンジ、下半は、カーマインレッドの系半特急色であった。窓配置は、片運転台車が D1D10D1、両運転台車が D1D9D1D、中間車が 11D10D11、D, 11 D、乗務員扉、D、客用扉、戸袋窓で、 中間車は車端吹き寄せ部の寸法を最小としたで、両端の側窓寸法は、他より狭くし、また片運転台車の連結面もよりの側窓と、つま板の間の吹き寄せ部の幅を大きく取るなどの調整により、各車の寸法を揃えている。なお、本系列以降、付随車については、全席クロスシート化が実現している。京阪特急の代名詞となったテレビは、 当初中間付随者である1880型の第二次車で、ある1886と1887の新造時に21インチ白黒樹造機が設置され、これと前後して、すでに営業運転に収益していた1884と885に追加設置。さらに1958年6月には増結用の1815。 と1816にも追加で設置された。合わせて、客席倉下には、スピーカーと音声スイッチも新設された。また、1815と1816の2両は、当初両運転台車として製造されたが、これは1両単位での機動的な像、解決運用を目的として計画されたものであり、特急の単行運転は機としておらず、 造血運用終了後の車庫への単車回送の必要性から特に両運転台とされたものであった。実際にもこれらによる炭鉱での営業運転は実施されていないが、1815が独立回転式車輪台車、工術の試験に充てられた際には、この炭鉱運転可能な仕様が有効に活用された。1800系の増備車であり、収益当初は、 同系列による特急車編成への増結用として、混結も頻繁に行われた。このため、主電動機や主制御機、それにブレーキ装置といった、閉結時に互換性が問題となる用機器については、基本的に1800系のそれを踏襲している。台車は心臓の段階では1800系と同様。 汽車製造と住友金属工業による以下の各形式を装着する。1800系編成に組み込まれていた1884と1887の2両を除く第一次社の金属バネ台車は第二次社の収益後に順次すべて空気バネ台車に交換されていった。1811.1812は1958年11月に KS-56A、KS 1813から1815は1957年6月に KS、KS-51A、1816は1958年11月に、FS327A それぞれ申請交換が実施され、残る1885については1957年4月に、日本初の実用空バネ台車である。 車製造、KS、50をから転用しして装着した。この KS-50 は特殊構造の試作台車であり、星面などにいくつかの問題点が見られたものの、その乗り心地は非常に優秀であったと伝えられており、1973年の初代3000系像日に伴う1900系の普通車、格下げ時に2000系用予備品であった。 記者会社製 KS-58 シンドラー式空気バネ台車へ振り得られるまで公表裏に営業運転に使用された。なお、この空気バネ台車への交換で1811から1815から年出された KS-15 と1816から年出された FS310 は1650型の心臓時に転用された。これらは その歩道形式の転送による六百三十型への改造と関連して六百系、千七百系、千八百系の間で転用を重ね、中日本重工 m d 七型単腕軸量式台車、千七百系用を筆頭とする初期の特殊な試作台車のすぐるに貢献している。台車の軽犯の呼び名にふさわしく、1810系は、記者製造による以下の2種の新型試作台車の、 実用試験に際し、テストベッドとして供されている。第一次社の 1810K6 両の中で唯一、FS-310 を装着した1816は、1 8 0 0系の前例に倣い、三菱電機製メガバイト -3000 C、WN ドライブとされ、それ以外は、東洋電気製造製 TDK-809、 英中空軸カルダン駆動で、いずれの電動機も同一仕様である。なお、東洋電気製造製種電動機搭載車に採用された中空軸カルダンはタワミ板による継手を採用しており、特殊な歯車を採用していた1800系のものとは構造相違している。制御機は1800系と、ほぼ同仕様の東洋電気製造製で統一されており、 一軸電動化無軸式のアッコット FH4108 から 555C が搭載されている。ブレーキも1800系と同仕様の A 動作弁による自動空気ブレーキに中継弁と発電ブレーキとの同期機能を付加した AR、D ブレーキ、付随車は AR ブレーキである。1810系は1963年の ヨド橋バシ長に伴う1900系の新造に、再初、車輪が各車体長が1900系と同等で、しかも大半が空気バネ台車を装着していたことから、金属バネ台車を装着する1884.1887の2両を除く17両が、若干の回収を実施した上で1900系へ、編入されることとなった。編入にあたっては、 1810型1811から1819は、順に1900型1901から1909と付番されたが、1820のみ、運転台の向きに合わせて1911と付番された。 これに対して1880型は1885.1886,1892の順に1950型、1951から1953と不満されたが、運用の都合から車種の改変が一部で実施されており、制御車である1889から1891は制御電動車化され、 淀屋橋向きの型運転台車であったことから1910.19121914と不満された。また、ただ一両の未制御車のまま残存した1888については、下一桁が1からの基盤を原則とする、軽版としては、例外的に950という番号を付与されている。1810系編入車も内装は新造車に、準じた形で変更され、 窓枠をアルミサッシに、交換の上、保護棒の設置も行われた。この後、テレビカーは1901.1907-1914.1951から1953に変更されている。なお、残された1884.1887の2両は、それぞれ1850型1851.1852として1800系に編入され、 1810系は系列消滅となっている。1963年の淀屋橋延長に備え、輸送力増強とサービス向上を目的として、特急を18メートル車体、転換クロスシート、空気バネ台車に統一することとなった。そのために1962年度に一挙24両、1963年度に4両、 合計28両が製造されたのが1900系、新である。新造車グループの車種構成は以下の通り、新造車グループは以下の28両すべてが川崎車用、現川崎重工業で製造された。1810系とは異なり、長大編成化傾向に対応して、中間電動車が新規に設計されているのが特徴である。 淀屋橋延長線の開業にあたっては、第一次車から1917から1920による2両編成2本を抽出して、近く間に先に搬入し、試運転列車としてこの区間を往復させている。これら28両の新造車は1810系からの、編入車17両と全く同等の扱いで、混用された。車体の基本ゲアウトは1810系のそれと、 国示しているものの、前面は2000系と同様のデザインになり、さらに銀色の飾りバンパーが取り付けられている点が異なる。車体は2000系の開発成果を取り入れて、軽量傾向を用いた順調角構造に進化し、さらなる軽量化が図られた。外観上は、雨どいの位置が上がり、張り上げ屋根となり、ウィンドウシルが側板の内側に入れられたため、スッキリしたスタイルとなった。 屋根は落成直後は1700.18001810系の特急車と同様に全体が大色であったが、その後の ATS 取り付け工事完了までに、一般車と同様の灰色塗装に変更され、わずか数年で屋根の大色塗装は消滅している。この時、9810系のグループも屋根の塗り替えを行った。窓枠にはアルミサッシが採用され、隅には、 丸みが付けられた。ヨドヤ橋地下線のリーデを前提として設計されたため、当初より窓の外に保護棒が設置されている。内装については、1810系のピンク色、塗りつぶしから薄茶色のメラミン樹脂化粧板貼り付けに変更され、座席も円磁色から大々色、白色、黒色の3色で、縦縞が織り込まれたものにグレードアップさた。座席配置は、 1810系からの編入車に順次、手電動機を操作しない、中間付随車のみ、オール転換クロスシート、それ以外は扉間が転換クロス、車端部はロングシートである。これは、車端部の手電動機点圏外と座席が干渉するのを回避することを目的としており、当時の2、扉クロスシート車の定番レイアウトであった。 伝統のテレビカーは白黒テレビであったがサイズが23型となり、アンテナに改良が加えられ、1923.1927、1929.1954から1957に角2機ずつ向きが直角になるように設置されている。1 7 0 0系以来行われている混雑対策の補助椅子の搭載が引き続き行われた。 これは折りたたみ式のパイプ椅子であるが、座面と、せずりには、茶色のモケットが貼られた、特注品であった。主電動機及び駆動装置は1810系のそれを、継承し、東洋電気製造製 TDK-809A 中空軸カルダンを主体として、関連通り住友製台車を装着する1915と1916のみ、 三菱電機メガバイトマイナス 3005D、300 WN ドライブ採用された。いずれの主電動機も1 8 1 0系用と、同仕様であった。主制御機は、カム軸を二軸化して、応答性能を改善した電動カム軸式の東洋、電気製造製アッコットフ h 4千0 8から 569A で統一されており、空成系は引き続き日本エアーブレーキ、ナブテスコ製 r D ブレーキ付随車は AR ブレーキが採用された。台車は、汽車製造を、住友金属工業の2社が担当し、以下のように全車空気バネ式で統一されている。以上の通り、28両の新造車と17両の1810、軽からの編入車よりなる45両の本系列により、軽半特急は空気バネ台車装備車による5両内誌は6両編成で、 運行されることとなった。この1九百系の収益と淀屋橋開業による大阪方、特に大阪市の中南部や南海沿線などの飛躍的な利便性改善は、京阪間における京阪特急の地位を大きく向上させるものであった。この結果、これまでロングシート車の二千三百系などを京都線の特急に充当していた平行路線の阪急電鉄は、この 京阪の淀屋橋開業で京阪間直通乗客の多くを奪われるという事態に直面し特急のサービス改善と河原町延長による所要本数増加を名目として翌1964年に急遽同系列をベースとしてに扉セミクロスシート化した2800系を京都線特急車として投入させざるを得なくなったであった1900系の運用は 淀ド橋延長線開業を待たずに1963年1月より運用が開始された。このため、地上時代の天満橋駅にも営業運転で入線した実績がある。本系列は、新造車28両の収益開始後、需要に応じた編成の組み替えや細部の改修が相次いで実施された。3000系特急車の収益開始に伴い、 1972年から順次、格下げ改造工事が行われた。車体中央への客用扉の増設、ロングシート化、テレビ撤去などが実施され、座席のモケットは一般車と同じ緑色に、また車体塗装も一般車と同じグリーンの濃淡二色塗り分けに変更されている。増設された扉は、車体中央の側窓2枚を潰して設置した、片開き扉が原則であるが、 扉間の窓の枚数がもともと1枚、少ない元両運転台車、1905.19061925.1926については、他車と扉位置を揃えるために、車体中央部の側窓3枚をつぶして設置した、戸袋窓のない両開き扉とな、いる。この際に1905と1906の2両は残った、運転台も撤去して、完全な中間電動車となり、 九百八十9 8九百九十一点一九九二へ改版された。また、変運転台車からも百三十一の運転台が同様に撤去されて19852台に変更されている。なお、編成は当初七両編成での運用も行われていたが、後に、新造1九百系二両と元1八百十系三両を組み合わせた5両編成に、 組み替えられ、前後で、全面スタイルが異なるという編成で運用された。格下げ後は、普通を中心に運用されたが、河川電圧が 1500V に昇圧されるまでは1 9 0 0系は3 0 0 0系をも上回る。乗り心地の良さと走行特性ゆえに、正月をはじめとする、多脚機の臨時特急に、積極的に満たされた。軽半線の昇圧に際し、 準備工事も未実施の本系列は1979年から検査周期に合わせて大規模な改造工事が実施されることとなった。この小圧改造工事にあたっては改造コスト削減を重視し、基本的には2両の電動車の制御機を高圧・低圧の直列ペアとして同期動作させる親子方式が採用された。ただし、線区運用の機会が多いことを考慮し、一部に ついては一両の電動車内で回路が完結する1、C4M 方式による単車昇圧方式が選択され、いずれもオリジナルの ES-569A を回収して対応している。また、同時に各種電動機の絶縁強化が実施され、これにより、単子電圧 300V 時1時間定格出力、90kW と実に20%の出力向上となっている。 ブレーキ装置は、格下げ時に特急時代のままの ARD 発電制度付き自動空気ブレーキとされていたため、以後の高性能車に採用された HSC 系の電磁直通ブレーキあるいは HRD 系の電気指令式ブレーキの応答性能に慣れた乗務員から扱いにくいという苦情が寄せられていた。このため本系列は、昇圧対応改造が実施された際に、 ブレーキも合わせて回収されて、HSC へ変更され、同時に手ブレーキが撤去れた。ただし、主回路の複雑化を避けるために停止用、発電制度は設置されなかった。また、正面にスカートが取り付けられ、側面には種別表示膜が設置されている。また、コンプレッサーも DH25 型から、昇圧速応の HB-1500B 型の新品に交換された。 なお、心臓車グループの先頭車については、この時に全消灯ケースはそのままで、電球のみをシールドビームに交換している。また、貫通ホロは、釣り具式に戻された。また、9810系グループの先頭車については、運転台の窓枠が、オリジナル金属押さえから、H ゴム固定に、乗務員室内のデコラが1810系以来のものから心臓車グループ同様に、 ブラウンリネンの化粧板にめられている。河川電圧昇圧後の1985年からは順次冷房化工事が施行された。この工事では重い冷房装置を屋根状に搭載する必要から車体の補強も実施されることとなり構え体を全面的に分解しての徹底的な補強・更新工事となった。この工事では1810経変入の 運転台付き車両は1914を除いて、全車運転台を撤去して、中間電動車に変更され、先頭車はバンパー付きの1900系新造車と入れ替えられた。編成数に対して、運転台付き1900系新造車の車両数が不足したことから、9810系グループの1914は、全商刀を移設して、シールドビームを全面左右の窓状に埋め込み、 先頭部でやや垂れ下がった独特の雨戸い取り付け位置を変更して前頭部を張り上げ上げ化するなど1900系新造車グループに順じた造形に修正。これにより1700系以来長らく続いた古風ながら陰的な全面デザインは失われた。なお、1914に埋め込まれたシールドビームは改造時他社と同じ丸型の生産が打ち切られており、 廃車発生品もなかったことから滑稽となり、異彩を放っていた。加えて、心臓車グループについても、貫通ホールを撤去、正面貫通扉を2200系と同様に、外開きの非常口へ変更し、方向膜と種別表示膜を取り付け、さらに標識等が横並びの二等式となって二分割されたバッパーの間に組み込まれるなど、 本系列の外観イメージを極力崩さないように配慮しつつ他の通勤者との使用統一が図られている。この工事で搭載された冷房装置は三菱電機 CU-197 で、これは6000軽食器車の冷房出力強化による発生品を再利用したものである。ただし、同系列時代は1両当たり3機搭載であったものが4機搭載に強化されており、 冷房能力に不足はない。この冷房化に伴い側窓の下段が固定され、保護棒が撤去されている。また、この際に制御装置も 1C8M 方式のアッコフ、H8108 から569を改めに再回収、統一されて、親子方式が解消されている。冷房化当初は4両編成2本5両編成6本7両、編成1本で計画されていた。 このため、4両編成の大阪方戦闘車であった1930と7両編成の4両ユニットの中間車であった1997ユニット中のパンダグラフを2個とするため車体更新に際してパンダグラフを撤去した。また、4両編成の京都方戦闘車であった1929と7両編成の4両ユニットの京都方戦闘車であった1913は 1C。 方式の制御装置とされていた。その後、工事の途中で5両編成に統一されることになった。不足する電動車1両は、中間付随車の1959を 1800K からの発生品を用いて伝送して充当した。前述の通り本車は、9986であり、約20年ぶりの再伝送となった。 さらに5両編成への統一時に1913と1929は他の京都方戦闘車と同様に 1C8M 方式の制御装置に再改造されている。1930と1997へのパンタグラフの再搭載は行われていない。元両運転台車の1925は車体更新に際してパンタグラフを大阪方から京都方に移設している。 これにより1930を除く1900型はパンタグラフが運転台寄りに統一された。内装関係では登場以来のブラウンリネンをやめて6000系以降で採用された白壁の化粧板にリニューアルされた。またドアが開く、イの車内自動放送装置、車外ブザー券放送装置も設置された。なお、これらの一連の工事コストが会社側の予想を超えた。 ことは、あと日本系列より車齢が若い3000系の廃車を早める原因の一つとなった。一貫して特急車として使用され続け、先頭車の大部分は廃車ご他車に車体が譲渡されたものの、車齢20年少々で8両を残して50両が、そのまま廃車となった同系列と比較すると、結果的に特急運用から早々と撤退に追い込まれて、準急。 普通を中心に運用され続けた本系列の方が長寿を保ったことになる。その後は主に、肩の宇治両線の普通用として21世紀初頭まで一両の廃車も出さずに長く運用が続けられてきたが、車体のみならず、台車や制御機などの使用機器の老朽化とこれに伴うメンテナンスストの増大が著しくなったため、四線区用新型車として年から万系を 申請投入し、これと順次置き換えてゆく方針が決定された。同系列の第一次車三編成が同年4月15日に収益したことによって、老朽化が深刻な車両から淘汰が開始された。しかし、予算面の制約から1万系の追加心臓による置き換えはままならず、この時点では2編成重量が淘汰されるに止まった。以後、 同系列の追加心臓は4年後の2006年まで中断されたため、同年初頭の時点でも本系列は5両編成へ7本の合計35両が引き続き在籍していた。2003年のダイヤ改正で、宇治線が通常4両編成限定運用とされたため、同線から本系列による定期運用が消滅した。ただし、同年8月10日の宇治川花火大会開催日に、 限り輸送力確保のために5両編成本系列が宇治線運用に充当された。9月6日のダイヤ改正では、京都法の一部を除き7.8両編成に統一されたため、5両編成の本系列による昼間、時間帯の本線運用が一旦は廃止された。しかしながら、2年半後の2006年4月16日のダイヤ改正で運用の見直しが実施された結果、 五両編成による昼間の本線区間休行、普通運用が復活し、同様に五両編成を組む2600系との共通運用とし再度充当されるようになり、平日夕方に運転される準急、彦星、天満橋、喫茶市の一部列車にも共通運用の一環として充当されるようになった。なお、軽特急、織姫、喫茶市、淀屋橋については本系列の 列車種別表示幕に、軽特急、特急表示が用意されていなかったため、原則として、定期運用は設定されていなかった。なお、2001年12月28日に廃車となった、車両が使用していたコンプレッサー HB-1500B 型が1万 K で再使用され、小圧改造時に交換されたもので、比較的新しい機器であったため、台車のうち、 KS-70 は一部が、主電動機ごと、永山電鉄に譲渡され、同社のデオ720系の高性能化に活用されている。2003年、平成15年4月には、淀屋橋園市に40周年記念として、開業時に記念祝賀電車として使用された1919 19と1920の2両が含まれる1919 19回に、翌2004年、 平成十六年三月までの一年間限定で特急塗りが施され各種イベントに用いられた。塗装が一般塗装に戻ってからの二千四年七月七日には臨時の方の線直通系特急折姫と定期の同直通準急彦星が記載地域で出会う七夕の日イベントに使用され二年後の二千六年の七夕には彦星として折姫と並び 三年後の二千七年、平成十九年七月七日にも型の船内、折り返し定期確定運用の彦星編成として同イベントに使用された。二千五年、平成十七年からは九百十七回にも、二千六年からは九百二十九回にも、ハトマーク形式ステーが取り付けられ、二千八年十二月二十日の運用終了まで、同編成の先頭車の貫通扉には、 特急を表すハトマーク系ステで、台座が取り外されずに残っていた。1919回は2004年7月下旬から IC カード、ピタパのラッピング列車、E ケネットピタパトレーンとして1万系1万1回や7200系7203回と共に使用された。なお、ピタパサービス開始を記念して、同年8月1日に、 京橋山上間で運行された二代目桶、OK、藩を演じる江本理恵が1日車掌を務めたピタパ特別列車にも使用された。その後2年間にわたり運行され、2006年6月中旬頃に通常塗装に戻された。ただし、ハトマーク形出ステーは廃車まで残されていた。2006年7月には1929回が運用開始50周年を記念して、 特急塗装となり、同月7日のイベントにおいて公開された。特急塗装の復活は前日の1919 19回以来2年ぶりで、運用終了まで、この塗装で運用された。2007年の同日の七夕イベントには、折姫編成として使用され、被災地駅にて展示された。一方、 通常塗装に戻った1919 19回にも2006年7月8日から1929回に取り付けられているものと同じ運用開始50周年を記念したヘッドマークを取り付けられた。両編成の50周年記念ヘッドマークの取り付けは2007年3月31日までの予定であったが期間を延長して同年12月26日まで取り付けられた。その後、 ヘッドマーク及びステッカーはすべて撤去されている。2008年7月7日には、1919回が、朝の軽特急、折姫の一番列車に使われ、ハトマークが掲出された。淀谷橋到着後普通、茅島港として運転されたが、ハトマークを裏返して、前面右側に行き先表示板を、掲示した。また、1929回は同日、彦星編成として、 通常用いられているものと反転したデザインの標識版を装着された上で使用された。本系列は、ヨドヤ橋開業時に製造された1900系、新でも2006年の段階で車例42年から43年、1929回に組み込まれた1810系、第一次社の残存する最後の一両である1991に至っては、車例50年で、いずれも、 順調核構造の実用化前後に設計された軽量車体を備える鉄道車両としては異例の長寿命となっていた。車例30年前後の時期に実施された冷房加工事の際に車体の手直しと構え体の補強を見されて大幅な延命措置が図られていたとはいえ、日本国内の他社を見渡してみても本系列と同世代の初期高性能車で現役、それも 直通特急のような高速運転を実施する優等列車運用に充当され続るものはこの時点で他には残っておらず同系車の大量廃車で故障時に必要となる予備機器の確保は可能となったもののその将来については予断を許さない状況にあったこのため2002年以来となる1万系の投入を2006年3月から5月にかけて再び行うとともに 車両運用の見直しを行うことにより、1919回と中扉が両開きの給料運転台車を編成中に含む1929回に編成を除く後編成25両が廃車されることとなった。同年3月30日から順次淘汰が始まり、5月18日の1917回を最後に対象全編成が定期運用から外された。 その対象編成には特製のヘッドマークとステッカーが掲出されていた。最後まで残っていた2編成については2008年4月15日の新 CI ロゴ発表時にた系列と同様にロゴを先頭車の側面運転席側の車体に重付したが10月18日の中野島線開業前日をもって通常運用から脱し、また1900系自体が 同年12月20日をもって引退することも同時に発表された。これにより、同月1日から18日までの間、さようなら、ありがとう。の特製ヘッドマークを掲出して運転された。また、同期間の最終の平日となる17日には、先頭車前面にハトマークを装着して、朝の軽特急、織姫、被災地淀屋橋と、夕方の準急、彦星、 満橋記載地に充当された。なお、通常運用としての仕様としての最終運用は、その翌日天間橋駅16時29分発の区間急行茅島駅であった。その後、同年12月20日には、両編成によるイベント列車が、淀屋橋発山上行臨時特急として運転された。ここでは1919 19回が、リバイバル、平号、 1929回がリバイバルビワコ号として特製ヘッドウンクを掲出するとともに前面に特急車両時代の副表とハトマークが取り付けられ側面扉横にかつてのサボを再現した特急のステッカーが貼られたほか1929回はフェースデザインがアルミテープで簡易的に特急車両時代のものに復元された 側面方向幕は黒幕しかしそのラストランまでに新アイロゴは撤去された。さよならイベント後に編成ともにヨドシャコで留置されていたが12月26日夜には解体工場のあるネア川シャまで自走改装された。その後12月31日付で除籍廃車となり年は明けた2009年1月中旬より1929回1919 19回の 順に解体された。こうして、新造車では、最長45年9ヶ月、1810系、編入車では、最長52年間にわたって運行された、本系列はここに全敗となった。さらに合わせて3、扉ロングシート通勤型車両としての、片開き扉車、および、WN ドライブ駆動方式の車両も、京阪から完全に姿を消した。なお、 最後まで残った1919 19回、1929回の2編成は、前日の通り、中野島線開業前日に定期運用を終え12月のさよなら運転をしたが、2008年10月19日の中野島線開業に先立って、同年8月1日から行われた中野島線、試運転の期間中に両編成とも入線の実績がある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。